はい、こんばんは。皆様、本日はパンドバス主催の4カ国から知って得する素敵な景色オンラインツアーにご参加いただきまして誠にありがとうございます。お時間となりましたので、早速本日のオンラインイベントを開始していきたいと思います。私ですね、本日司会を務めさせていただきますパンドバスシンガポール支店の谷口と申します。よろしくお願いします。そしてもう一人ですね、こちら。はい、皆様こんばんは。本日司会のアシスタントを務めさせていただきます。同じくパンダバスシンガポール支店の小山です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。いよいよ始まりましたね、パンダバス。はい。オンラインツアー。実はこれ2回目なんですけれども、全支店でやるのは。ですね、今回はですね、Zoom を利用して各国自慢の景色を、完全生中継でお送りしまして、最後にどの国に行きたくなったかを投票していただこうという企画になっております。投票方法などはですね、追ってご説明させていただきたいと思います。全支店より完全生中継ということなので、リアルなアジアをお伝えできるかなと思っております。録画ではありませんので、途中ですね、電波状況や天候不良などのハプニングをもしかしたらあるかもしれないんですけども、どうか温かい目で見守っていただけますと幸いです。各地日本とはですね、時差があったりですとか季節も違うので、寒くなってきた日本の皆様に温かい情報を伝えできたらなと思っております。はい、そうですね、はい、今回はインドネシアのジャカルタ、香港、タイのバンコク、そしてシンガポールからお届けいたします。その司会の大役をシンガポールが行うということでとっても緊張しているんですけど、緊張してますよね、はい、はい、ですが皆様に、普段の旅行の一歩先の素敵な景色を十二分にお伝えできるように頑張ってやっていきたいと思います。はい、頑張っていきましょう。はい、今回ですね、パンダバスのスタッフ全勢力を挙げてのご案内となっておりますので、楽しんでいただければと思います。ではですね、まずはじめに、すでにご入室いただいている今回のズームアプリ、こちら簡単にご説明、ご利用方法ですね、説明させていただきたいと思います。じゃあ小山さん、お願いします。はい、それではズームのご利用方法を説明させていただきます。本日はズームのウェビナー機能を利用してご案内いたします。こちらはお客様のお顔が他の方に見えることございませんので、どうぞくつろいでご視聴ください。またお客様のマイクは全体にオフにさせていただいております。今回のウェビナーではチャット機能のみご利用可能です。質問などございましたら随時チャットにてご連絡ください。こちらですね、中継している視点に我々の方から投げかけていきたいと思います。なるべく時間内に、チャットも利用しまして、すべての質問をお答えしたいんですけれども、時間の都合上ですね、すべてのご質問にお答えできない場合があるということ、事前にご了承いただければと思います。そして、各地中継の時と一番最後にですね、こちら皆さんに投票をしていただきまして、参加型のイベントとなっております。こちらに関しては練習も含めまして、また後で、少し説明させていただきたいと思います。はい、簡単ですが以上です。はい、小山さんありがとうございました。視聴者の皆様のお顔ですね、これ我々にも見えておりませんので、どうぞリラックスして楽しんでいただければと思います。今回の放送ですね、1時間10分ほど予定しております。途中休憩などはございませんので、ご自由にお手洗いなどお願いいたします。早速始めていきたいところなんですけれども、簡単に我々パンダバスの自己紹介させていただきたいと思います。はい、我々ですね、パンダバス弊社創業42年、東南アジア、オーストラリアを拠点としておりまして、現地のオプショナルツアーを運行している旅行会社となります。今回ご案内いたします4つの国のほかに、グループ会社の手配拠点など含めますと12カ国にございます。日本からの旅行者のほかに、現地に在住されている方向けのパッケージツアーなど、またはですね、現地企業などへの団体旅行の手配なども行っております。弊社ウェブサイトでは現在2000以上の商品を取り扱っている旅行会社となっております。現在はですね、新型コロナウイルスの影響でご旅行が難しい時期ではありますけれども、いつかまた海外旅行が日常となった際にはぜひご利用いただければと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。こちらですね、創業40年を超える会社なんですけれども、このように今までこう長い間直接お客様とお会いすることがない時期ってなかったんじゃないですか。そうですね、私としては初めてですし、
新型コロナウイルスね、これを機にちょっと今までと全く違う状況になっているかなというところですね。そうですよね、まあ、そこで新たな取り組みとして、パンダトラベルでは YouTube を開設して各地の旬な情報だったり楽しい企画を行ってますね。はい、シンガポールではですね、特にゲーム企画ですとかローカル社員の本音など働くスタッフの人柄が分かるようなちょっと変わったそんな動画にしておりますので、ぜひオンラインツアーの後にでもご覧いただければと思います。はい、皆様ぜひチャンネル登録をお願いしますと言っている間にですね、はい、各地準備が整ってきたようです。そうですね、ちょっと発表の前にですね、各地スタッフの紹介と意気込みなんかちょっと聞いていきたいなと思います。ちょっとつないでいきたいと思いますので。いいですね、はい、じゃあ早速各国順番に中継をつないでみたいと思います。本日の意気込み、まずはインドネシアのジャカルタからお願いします。はい、セラマストレー、セラマストレー、ジャカルタ支店の直井です。アルピアンです。今日は、私たちコタ地区というエリアに来ておりまして、こちらですね、ここからちょっと街並みを一緒にご案内しようと思います。アルビアさん、今日オンラインツアーですよ。ずっと出たかったよ。ずっと出たかった。おめでとうございます、はいはい、今日この2人で頑張っていきますので、はい、よろしくお願いします。ジャカルタから以上です。はい、ありがとうございました。じゃあ次香港にお願いします。意気込みください。はい、香港支店です。今日は香港でのとっておきの場所をご案内します。今日ご案内するのは私ハルと、私キシノと、キャットキティです。はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今私たちはティマー公園という公園に来ています。ここはカムチョン、英語でアドミナリティと呼ばれる駅から徒歩5分の場所です。綺麗な道で素敵な場所を見えるなので今回ご案内します。ぜひお楽しみに。ではスタジオへ戻します。はい、ありがとうございます。そのままバンコク支店意気込みお願いします。はい、バンコク支店の柳下です。いやです、サワディカー。サワディカー。今日私たちはタイで一番大きな花市場、パーククロー花市場に来ました。はい、とてもにぎやかで、ローカルカンガトリル市内の中心地ですね。はい、タイの魅力たくさんお伝えできるように頑張ります。はい、ありがとうございます。そしたら最後シンガポール意気込みお願いします。はい、皆さんこんばんは。パンダバスシンガポール支店のアリシェです。リシェです、よろしくお願いします。シンガポールはマスク着用が義務付けられているので、マスクをつけさせていただきます。今日はロクルに人気なインスタスポットからお届けしたいと思います。綺麗な夕焼けと夜景が見えるということで、お楽しみにしてください。完全ライブ中継なので、みんなが頑張っていきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。シンガポール支店はですね、こちらスタジオ2人と現場2人に分かれていますので、スタッフ総動員で今日お送りしております。あとで私たちのどちらかも現場に行ってみたりしましょうかね。はい、そうですね。はい、こちらでも小さな面積のシンガポールを利用して、録画ではなく生中継でお送りしておりますので、ご安心ください。それでもやっぱりあれですね、各地もう景色全然違いますね、香港とシンガポールが日本より1時間、遅い18時、バンコクとジャカルタが2時間遅れている17時ですね現在。同じ時差でもシンガポールと香港みたいに日の落ち方が全然違ったりするので、そういったところも楽しんでいただければと思います。もちろんね、私たちシンガポールも負けないように頑張りたいと思いますので、はい、はい、もう本当シンガポールが一番になるようにものすごくエコヒーキをしてお送りしたいんですけれども、今回スタジオでね、司会の大役なので公平にいきたいと思います。はい、では早速この後の流れをご説明させていただきます。今回ですね、各地自慢の素敵な景色を紹介していただきます、はい、時間に関しては各支店とも約12分でのご案内になります。ちょっと微妙な時間だなという感じですけれども、夕暮れ時ですね、1分1秒でかなり景色変わりますので、持ち時間ギリギリまで頑張ってもらいましょう。
で12分を超えてしまった場合には中継の途中であっても次の国の方に紹介進むことがございますので、こちらご了承いただければと思います。今回の順番は事前に決めさせていただいております。トップバッターはインドネシアのジャカルタ、2番目が香港、3番目がタイのバンコク、そして最後がシンガポールの順番での発表です。はい、12分ですね。12分、はい、こちらちょっとリハーサルでもね、はい、大変でしたねそういうのもあったので、もしかしたら皆さんね、今回うまくいくように各視点頑張っていきましょう。はい、ですね、やっぱりちょっと順番っていうのもね、うん、結構時間が違ってくるので影響大きいかなと思いますよね。そうですね、まあ、この夕暮れ時って本当に貴重な時間なので、うん、もう早く中継につなぎたいんですけれども、ここでですね、皆様に投票のご参加をいただく流れをご説明したいと思います。今回は Zoom にある投票機能を使って一番最後に今日のナンバーワンを決めていきたいと思います。その他ですね、この投票機能を利用しまして各地の中継中に皆様にお楽しみいただけるようなクイズを各国ご用意しておりますのでお答えください。はい、ではですね、早速練習してみ、はい、そうですね、練習も、うん、簡単です。クイズも、投票も同じ流れなので一度見てみればわかるかなと思いますね。はい、そうですね。ではこの後練習を始めていきたいと思います。これから画面変わりまして質問が表示されます。それでは、質問表示されますので答えだと思うもの、好きなものを、押してください。では画面の変更お願いします。はい、今画面が出ておりますでしょうか。これはもう開始前ですね、現状で思うどの国が一番素敵かなっていうところで先にアンケートを聞いていきたいかなと思います。こちら選んでいただいて送信ボタンを押していただければ大丈夫です。スマホやタブレットでご覧いただいている方はスクロールしていただくと送信ボタン出てくるかと思いますので、試してみてください。はい、もうこちらテストなのでお気軽にポチッと押していただければ大丈夫です。あと10秒ほどで一旦締め切らせていただきたいと思います。もう本当にお気軽にお声かけください。お気軽にですね、押してくださいですね、失礼いたしました。はい、ではこちらで一旦投票の方を締め切らせていただきたいと思います。こちらですね、投票の結果に関しては皆様にもご覧いただけるようになっていますので、今の結果画面に表示をお願いします。おお、なるほど。香港が今のところ圧倒的ですね。暗かったからかな。暗かったからですかね。ジャカルタ、バンコクが同じくらい、はい。はい。ちょっとシンガポールが多いかな。多いかな。まあ、これがちょっとですね、発表の後にどういうふうに変わっていくか、ここら辺もちょっと、楽しんで見ていただければと思います。はい。というわけでこのような形で各地中継地の時と一番最後に投票機能でご参加いただきますのでよろしくお願いいたします。はい、小山さんありがとうございました。それではですね、各地すべての準備整いましたか？整ってますね。はい、はい、最初の国の紹介始めていきたいと思います。はい、では1カ国目はジャカルタです。今回はバトン形式でのご紹介となりますので、シンガポールのこのスタジオからパンダのマスコットのパンダくんのぬいぐるみをつないでいきたいと思います。ではいってらっしゃい。はい、パンダくん、はい、インドネシアのジャカルタに無事到着しました。改めましてジャカルタ支店の直井とアルピアンです。はい、じゃあ2人で頑張っていきましょう。アルピアンさん、今日のオンラインツアーね、12分だって。早いね。5時間欲しいよ。5時間欲しいですか。ジャカルタは渋滞ですから。なるほど。ジャカルタね、確かに渋滞ありますけど、はい、今日オンラインツアーですから渋滞関係ない、はい、ね、12分でじゃあ頑張ってやっていきましょう。はい、私たちね、先ほどちょっとご紹介した通りジャカルタ北部のコタ地区というところに今来てるんですけれども、はい、ちょっとね見ていただくと歴史的なね建物が並んでるかなと思うんですが、アルフィアさん、ここどういう町なんですか？こっちは昔、オランダ国民地した時はインドネシアの基地だったんですよ。たくさん、はい、残ったオランダ建物がまだあります。あ、なるほど、昔のじゃあ、はい、植民地時代、オランダの植民地時代の建物があるということなんです。はい、なんか白い建物多いですけど、あそこだけ赤いですね。
それはあの、みんなホランダ、白いはホランダ建物、赤いは中国の建物です。なるほど。あれは中国人の方が持ってたビルということで、華僑の方もね、インドネシアいるので、そういった名残もあるかなというところなんですけれども、じゃあそんな歴史ある街並みをね、散策しながらちょっとご案内しようと思いますので、行ってみましょう。はい、行きましょう。ね、さっきのちょっとリハーサルよりも結構人が増えてきましたね。そうですね、雨もなんとか降らずにという感じですけれども、はい、じゃあ今は人がいっぱい、じゃあもっと多いんですね。なるほどなるほど。ここがちょうど歩行者天国になってますので、ちょっと歩きながらね、目についたものをご紹介していこうかなと思っています。いろいろ食べ物が多くありますね。あとはお土産屋さん、あ、なんかもういろんなものが売ってますね。はい、これはね、散策するだけでも楽しいかなと思いますけれども、これは何ですか、アルフィアンさん。これは軽食ですね。あ、軽食がここで食べられる、はい、これはあれですね、インドネシア名物ミゴレン。そう、野菜ね、野菜とかいいですね。こういうものをミックスして自分で選べるわけですね。でいくらぐらいですか。1万ルピアぐらい。1万ルピア、はい、だいたいね、80円ぐらいだそうですね。とてもね、お手軽に食べれるんじゃないかなと思う。お、ちょっとバイクも来てますね。はい、はい、今もね、結構人いますけど、直井さん、直井さん、直井さん、ちょっと音が、はい、音がちょっと途切れてしまったようですね。はい、今大丈夫です。あ、今大丈夫そうでしょうか。はい、はい、はい、ありがとうございます。ちょっとじゃあ続けさせていただきますね。ね、こんな感じで靴なんかは、ちょっとカメラさん気をつけてください。女の子が自転車乗ってますね。やっぱりね、ローカルの方がね、買い物できそうなものっていうのもいろいろ置いてあるのかなと思いましてね、はい、結構じゃあジャカルタの人はここによく来るところですか。はい、あ、これちょっと今気になってたあれじゃないですか。これはドリアンです。あ、ドリアン、これ南国のフルーツ、ドリアンですね。これ結構匂いがどぎついやつですよね。なるほどなるほど。これね、どうなんでしょうね。あ、今アルゲンさん頼んでくれてる、もしかして。はい、美味しいよ。あ、そうですか。ありがとうございます。勝手にちょっと頼まれてしまいました。私実はあんまりドリアン得意じゃないんですけど。アルビス、ちょっとだけで大丈夫なんでね。ありがとうございます。じゃあちょっとね、私これ何年ぶりかって感じなんですけれども、はい、食べながらちょっと歩いてみて、こんな感じになってますね。はい、ちょっとじゃあいただこうと思います。おー、これドリアンです。すごいね、匂いが。果物の神様。そうですね、神様になっちゃいました、ね、も王様、王様ね、王様。これはね、結構あのドリエン好きの方にはもうまんまハマると思いますけれどもね、はいはい、ない方はまあちょっと挑戦していただくといいかななんて思いますね。すごい、ありがとうございます、ね、こんな感じでいろんなものが置いてあるんですね。ちょっとね、やっぱり歴史的な雰囲気も味わえて、はい、散策するにはいいかなと思いますね。はい、皆さん、あそこにあるさ、はい、さっきもちょっとお店あったと思うんですけど、いや、インスタントコーヒーのお店ですね。あ、これインスタントコーヒーのお店、はい、なるほどですね、はい、ここでじゃあいろいろ見れる、あのパックでお湯で溶かすだけなわけなんですね。なるほどですね。こちらなんかでもこういったものがある。インドネシアね、実は、コーヒーの名産地としても知られていますので、はい、あの、とてもいろんなコーヒーが楽しめるところになりますね。はい、はい、じゃあここはね、ちょっとご案内して、またね、こういったものもありますよということで行ってみましょう。はい。あ、すみません。コーヒーはいろいろやっぱ飲み物あると思いますんで。インドネシアがたくさんあります。安いし美味しい。そうですよね、値段もね、結構安いっていうのが一つ特徴かなと思いますね。はい、お、結構人がいますね。さっきはなんか馬車なんかも走ってましたね。はい、
このまま行って、はい、すごいね、お土産なんかいろいろね手に入りそうなところになると思います。ちょっとね今実はこの通りの3分の1ぐらいご案内したんですけれども、ここがねまた奥側に伸びてまして、後ろ側にもちょっとあります。ありますただね、まあ、こんな感じのところ歴史的な街並み見ながら楽しめるんじゃないかなと思いますのでね、一つご紹介させていただきました。はい、アルビハンさん、ここでちょっと皆さんにクイズいきましょうか。うん、はい、小山さん、じゃあちょっとクイズお願いできますか。はい、はい、そうしましたらインドネシアのクイズ画面の方に表示お願いいたします。はい、皆様画面の方表示されていますでしょうか。私が、質問と答えを読み上げるまでに皆さん投票をお願いいたします。インドネシアがかつて植民地支配されていた国はどこでしょうか。ドイツ、オランダ、イギリス、フランス。はい、こちら4択となっております。ドイツ、オランダ、イギリス、フランス。はい、皆様いかがでしょうか。短い時間ではありますが、あと10秒ほどで締め切らせていただきます。どこですかこれ。どこでしょうね。あの今回の動画にヒントはあったんじゃないでしょうかね。ありましたね、ちょっと今思い出してるところです私も。はい、ではこのあたりで投票の方を締め切らせていただきます。皆さんの投票結果画面の方に表示をお願いいたします。オランダが 76%、 あとは同じくらいでドイツ、イギリス、フランスですね。うん、答え覚えてますか。そうですね、私はもうせっかくなんでね、答え聞いてみましょう現場に。直美さんお願いします。はい、じゃあとインドネシアはかつてヨーロッパのどこかの国の植民地だったってことなんですけれども、正解はアルフィアさん、どこの国の植民地でしたか。正解はホランダです。正解はオランダですね。2番のオランダが正解になります。1600年から350年ほど、オランダの植民地として統治されていました。はい、正解良かったですかね。はい、じゃあこのままちょっと進めさせていただこうと思います。はい、じゃあこの後ね、実は最後のポイント、ね、早くもお時間になってきちゃうんですけれども、ご案内しようと思うんですが、一つだけちょっと気になることがありまして、この後の私の手の方にそのスポットがあるんですけれども、ちょっと電波がつながりにくくなる傾向があります。で、ね、このままご案内はしようと思うんですけれども、万が一のためにちょっと先に写真でご案内しようと思います。アルビアさん、じゃあ今日ご案内するところはどこでしょう。はい、これはタマンファタヒラと申します。はい、ファタヒラ広場というところですね。オランダ独立した時はここ市長、市知事の住んでたところですね。市庁舎、昔市庁舎だった建物ですね。ここ前に広場があります。はい、ファタヒラは昔の王様の名前だったんです。あ、なるほど、王様、ファタヒラ広場のファタヒラは昔の王様の名前ということだそうです。周りにいろいろたくさんあります。例えば、カッペバタピアがあります。はい、おしゃれなカッペですね。なるほど。ここに、人形博物館あります。ここに影芝居もあります。なるほどですね、はい、こういった感じでね、今は観光地化されていろいろ楽しめる場所だということですので、はい、早速ちょっと行ってみようと思います。はい、じゃあこちらからいいでしょうか。なかなかね、電波がちょっと怪しいところなんですけれども、頑張って行って。電波が。これは電波が切れてしまいそうな。動画だけはつながってますので、直井さん、身振り手振りでどうぞお伝えください。音は聞こえておりません。なかなかね、インドネシアちょっとこう電波の問題が厳しいところありますからね。ちょっとリハーサルとかでもここ結構難所でしたね。本当に電波が悪かったので、このまま映像だけでもお届けできるといいんですけれども。そうですね、目的地までもう少しかと思いますので、頑張ってもらいたいところですね。まあ、喋ってはいるんですかね。そうですね、まあ、残念ですけども、あ、喋ってるよって多分今言ってると思うんですけど、あ、もう少しですかね。駆け足駆け足です。はい、カメラマンさん気をつけてくださいね。転ばないで。
けるか。映像はいける。はい、こちらですね。あ、目の前に広がる景色が、ご案内した方、ファタヒラ広場になっております。もうそうですね、体で表現してください。多分ここがファタヒラ広場です。これは何ですかね。カフェ、さっき話してたカフェですかね。あ、カフェパークビア、はい。ここがそのカフェになっております。なんで映像は大丈夫なんだろう。はい、この広場の建物が、はい、こちらになっておりますね。広場。はい。でもあれですね、時間ももう12分ですかね。はい。になってきますので、じゃあ、ジャカルタから次どこでしたっけ。香港ですね。行きますって言って。はい、パンダくんが行きますね。どうぞ。いってらっしゃい。はい、香港です。ちょっと面白かったね、ジャカルタ支店。ようこそ。はい、今は先ほども言った通りティーマー公園に来ています。今私たちはビクトリアハーバー沿いに歩いてセントラルという場所へ向かうと思います。じゃあ行きましょうか。じゃあ行きましょう。では早速なんですけど、キティさん、はい、今日この公園に来た時にちっちゃな2人用ぐらいのテントがすごい張られてたんですけど、うんうん、なんかフェスとかイベントとかあるんですか？いや、ほとんどメイドです。メイドさん、うん、今香港ですね、合わせて40万人東南アジア来るのメイドいるんですよ。フィリピン、インドネシア、タイ。やっぱり香港の家賃が高くて、女性一般はですね、働きます。メイドいなければ大変です。だから今ね、向こうから聞いて住み込みの形、24時間一緒に暮らしてます。日本と違うと思うけど、日本は必要な時メイドさんが来てもらう。香港はね、契約24時間住み込みの形です。うん、日曜日は決まってます。だから今日見られるのは、大勢人集まってるのはお休みなんです。うん、このところも空気やけ、場所もいい。だからメイドさんもいつもここで集まってるわけです。ちなみにね、はるちゃんの家はメイドいますか？そうですね、地下に一人います。今年はもう4年目ですね。長いですね。はい、フィリピン人の人です。あ、はい、はい、本当に何でもやってくれます。掃除と洗濯と料理と子供の送迎までしてくれます。優しいです。うん、ハルちゃんじゃなくて、私もそうと思うけど、もしメイド選ぶなら、自分より可愛くない女選びます。またね、自分の旦那さんのお好みじゃないの顔が選びます。24時間一緒だから。でしょうね、その方が。心配ことはないです。なるほど。はい、そういえばそこの建物も有名です。中国銀行のやつですか？はい、中国銀行の建物。はい、この建物はもともと竹をイメージして作られましたけど、建物の前と見るとどうしても刃物しか、はい、見えないですから、包丁とも呼ばれていますね。うん、そうですね。噂の話がありまして、包丁だと物を切る、周りも切っちゃう、パワフル風水の建物です。商売繁盛、そういう意味があってああいう形なんですね。そうです。なるほど。ここでなんですけど、銀行というワードが出ましたよね。でここで皆さん、今見ていただいている皆さんにクイズを出したいと思います。ではクイズの方よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そうしましたらクイズの方、画面表示お願いいたします。はい、皆様表示されていますでしょうか。質問がですね、こちら香港のお金、紙のお金を発行している、作っている銀行がいくつありますかというものになります。1つ2つ3つ4つです。香港のお金ですね、香港のお金を、作っている銀行いくつありますかというところになります。はい、あと10秒ほどで締め切らせていただきます。1つ、2つ、3つ、4つ。4つと多くないですか？4つ多いですね。今出てた銀行のうちのどれかですかね。
そうですね。どれなんでしょうかね。はい、日本は日本銀行。日本銀行。シンガポールは知りません。はい。というわけで投票の方を締め切らせていただきます。では皆様、今投票していただいたものをですね、画面に表示したいと思います。はい。お、3つが多いですね。でも今は結構分かれてますね。そうですね。1つ、2つ、3つ、4つ。はい、同じ感じになっておりますが、答えの方どうなんでしょう。香港支店さん、答えをお願いします。はい、ありがとうございます。答えはキティさん。あ、3つです。3つ。ちなみにどの銀行ですか。はい、今そちら側見えるのは香港の政治経済中心のところ、銀行の本部領事館金融機関集まってます。まあ、日本だと丸の内で当たるところ、先ほど三号銀行、はい、2つのアンテナ出るの中国銀行 HSBC 書いてますの香港銀行、白と赤のやつですね。隣緑ライトついてますのチャーター銀行です。三つ銀行お金が発行してます。なるほど。なんで銀行が多いんですか、この辺は。はい、やっぱりここは風水が良いところだから、会社の本部この辺が集まってるんですよ。だ、風水そういえばさ、数字も意味があります。あ、1から9まで意味がありますので数えましょうか。1、ナンバーワン、2、あなたは、3、生きる、4、死ぬ、5、ダメ、6、ずっと、7、絶対、8、お金回ってくる、今日は長生き。なるほど、そういう意味があるんですね。はい、そうです。はい、あ、岸野さん、はい、はいはい、はい、お客様から質問です。はい、ジャカルタと比べると皆さんずいぶん厚手の服装してますが、日本よりはちょっと暖かいのかな。気温は今何度くらいですか。はい、頭先又系人问咧，因为我哋扎卡尔塔嗰边着短袖，我哋香港着长袖嘅。大约香港温度系几多度？啊，今日温度得到22度的。哦，22度。だからね、我一番いい季節になります。そうですよね、確かに涼しい。わ、大丈夫。はい、じゃあちょっと涼しい中はまたお願いします。頑張ってください。そうですね、ありがとうございます。では、今なんですけど、私がこう見てるとすごい大きな建物が見えてきたんですよね。これって一番大きなやつじゃないですか。はい、ですね、目の前建物多分あまり近すぎちゃって高く見られるかもしれないけれども、ご紹介しましょうか。はい、海挟んで向こう側、あ、もう今川、はい、映してるの建物、香港ナンバーワン高いんです。あれが高いです。そうです、何階建てか118階、1回8の数字が出てきます。目の前見えるの建物は2番目、88階、第2号8の数字が出てきます。私の後ろ見ていただきますと、はい、三角形屋根アンテナ出るの建物3番目です。はい、78階。はい、第3号8の数字が出てきます。先ほど数字の番号はですね、8の意味はお金回ってきます。はい、というのはここは888、3と8合わせると全本本がお金回ってくるんです。あれ風水です。またね、一番高い建物と今目の前の2番目高い建物立ってる場所は真ん中の海だからお金が入ってきます。香港の入り口です。はい、はい、これは門です。これドアになります。なるほど。はい、やっぱり風水はね、海お金が入ります。海がお金っていう意味なんですか。そうです。だからお金が真ん中からがね、流れてきます。これは風水、そういうことだったんですね。はい、なるほど。ではちょっと今からちょうど私ちょうど見えてるんですけど、今日のハイライトをご紹介しましょうか。はい、カメラさん後ろの方をご覧ください。香港の夜景になります。もちろんですね、世界三大夜景香港です。まあ、とても有名、もう定番の夜景だと皆様香港にいらっしゃったらですね、香港、ここ香港島
山の上から見るんです。ほとんどの場合はそうです。その山ですね、ビクトリアピーク、そのピークの高さは約400メートルにありますので、見下ろせば100万ドルの夜景。実はですね、夜景はですね、定番の夜景ではなくて、もう一個とっても綺麗夜景の場所をご紹介しましょうか。はい、一番高い建物のスカイアルの展望台です。スカイヘクという名前の展望台、ピークと同じくらいの高さがありますので、はい、やっぱりね、違う方向を見ると夜景の感覚が違いますよ。そこの壁画見るとやっぱり建物の中だから360度から見ると、うん、夜景が完璧です。ピークヘクマミってそこは私はね150万と思う。もう合わせるといいよ、250万の夜景楽しめば、もう夜景好きなお客様がいらっしゃったら、もう香港来てからね、2つのところを見ていただきますと満足だと思っております。なるほど、なるほど。はい、岸野さん、岸野さん、あ、はい、またまた香港大人気です。ご質問です。ありがとうございます。はい、今とってもきらびやかな綺麗な夜景見せてもらったんですけど、これってやっぱり今コロナの影響もあってお客様の人出が少ないのかなっていう質問と、あとこのきらびやかなイルミネーションネオンっていうんですかね、これは香港全体のどれくらいの大きさになりますか。2つの質問です。1つ目がコロナの影響ということなんですけれども、一応香港人しか今来れない状態なんですが、外出はできる状態なので、香港人の方とかがリフレッシュのために出てこられたりとかはしている状況ですね。でもう一つなんですけれど、キティさんにお答えいただきましょうか。第二個問題呢、就是問香港的总面积是有多大左右。香港の面積だと1100平方キロメートル、もう数字言えば、1100どのくらい広いですか。もし日本と比べると日本香港より370倍以上大きいです。いや、香港たった日本の370倍の位置しかないんです。狭い、小さいです。いや、香港住むといいですね。ちっちゃいところ住むと何かいいですか。香港の男性浮気できないわ。狭いからすぐバレちゃう。そうですよね。ちなみにイルミネーションとかその夜景っていうのはこのビクトリア湾沿いですよね。はい、この辺りにもう集中しているっていう感じですね。そうですね、ビクトリア湾に集中してますね。そうですよね。いや、そんな感じなんですけど、ね、完璧ところです。はい、やっぱり香港はですね、いや本当風水がね信じてますから、赤色、黄色と緑色がよく使われてます。なぜか赤は幸せ、ヘッピー、商売繁盛、黄色はお金、緑色健康です。だからね、香港野球のはこんなにカラフルというのはよく香港人、中国人ですね、よく使われてます。なるほど。質問ちょっと逸れちゃったんですけど大丈夫ですかね。はい、そうですね。そうしたら香港支店さん、なんと12分が来てしまいました。そうそう、12分の、そうですよね。次行かないといけないんですけど、仙洞に着いちゃったんですけど、この辺りはおすすめの場所になるので、もしお越しの場合は来てみてくださいね。次パンダクもう行かないといけないので、次どこでしたっけ。バンコクですね。バンコクですね。ではバンコクちょっと暑くなると思うんですけど、ではパンダクいってらっしゃい。気をつけて、いってらっしゃい。ここです。ここ見えますか。はい、どこにいるの。改めましてこんにちは、柳下です。皆さんごめん、ちょっと重いので撮ってもらえますか。はい、待ってる間ね、超暑かった。はいはい、ちょっと頭をマリーゴールドで、カンパニーカラー、パンダバスのオレンジカラーで登場いたしました。改めまして、私たち今、チャオプラヤ川沿いのそばにあるパーククロン花市場に来ています。ここはタイで一番大きなお花の市場です。そうですね、広さ3万2000平方メートルもあるんですよね。ちなみにここはいつ頃作られたんですか？
約40年前です。昔は魚市場でした。ここのすぐそばの王宮にラーマー御殿が住んでいましたね。ラーマー御殿は王宮の周りをきれいなものでいっぱい探したんです。それでここを花市場に行きました。ラマ5世、王宮に住んでいたラマ5世がすぐそばにあるパーククローン花市場、ここをかわいいものでいっぱいにしたかったから魚の市場、魚市場からお花の市場に変えてしまったっていうことですね。そうですね。へー、そんな歴史があるんですね。知らなかったです。じゃあヤーさん、市場の中見ていきましょうか。はい、レッツゴー。花はですね、タイのお寺にお供えされていたり、ホテルのウェルカムフラワーなんかでよく見かけますね。名前はフワンマライ。フワンマライ、はい、タイ人の生活には欠かせない花です。お供え用花として結婚式のセレモニーや目上の方へのプレゼントとして常に身近にある花です。タイ人にとってはとっても大切なお花なんですね。ちなみに皆さん、これはいくらですか？はい、聞いてみますね。うん、これは80バスです。うん、これは100バス作るのに、かかる時間は、1つは10分くらいです。え、こんなに細かいのにこれ10分でできちゃうんだ。すごい器用ですね。ね、じゃあ皆さん、これ買ってくれますか？はい。何屋根なか？前ね。これです。ありがとうございます。かわいい。ちなみに皆さん、ここの下の部分ってさ、日本ではあんまり見かけないですね。何ですか？それはドークラック。ドークラック？はい。ドークは花、ラックは愛するという意味です。愛の花？ロマンチックですね。かわいい。大切にします。ありがとうございます。ポップンカー。ここ、パーククローン市場、市場の中、市場周辺には約100店舗ものお店が点在しています。ジャスミンの花やハスの花など、タイらしいお花がたくさん売られています。はい、カメラで届けできないのか、残念なのですが、市場の中はお花の香りいっぱいに広がっています。そうですね、市場の中すごくいい匂いしますね。あ、柳下さん、はい、はい、お客様から質問です。はい、ちょっとあの市場の中ですね、マスクしてる人してない人って見受けられるように感じるんですけれども、バンコクのコロナの状況いかがでしょうか？そうですね、だいぶ落ち着いてきています。あの BTS、 電車ですとかコンビニエンスストアなどに入る際はあのマスクの着用義務付けられているんですけれども、基本的に市場ですとか、ま、街歩いててもマスクつけてる人つけてない人まばらですね。だいぶ落ち着いた雰囲気になってます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあこちらですね、これランの花、冠婚葬祭や大切な人へのギフトとしても重宝されるランの花ですが、これ見えますか？胡蝶蘭を含む、蘭の花、約3万種あると言われています。ここタイは蘭の花の生産大国なんですよね。この品種、デンパレーは世界に流通するうちの8割がタイ産で、日本への輸出数だけでも年間1億本にも上るそうです。年間1億本も日本へ、タイから日本へ輸出されてるんですね。すごいですね。ではここで皆さんクイズです。スタジオの小山さん、お願いします。はい、ありがとうございます。そうしましたら画面の変更をお願いいたします。はい、皆様見えていますでしょうか？バンコク支店の質問です。このお花の束ですね、デンファレー束、タイではいくらで売られているでしょうかということです。597バーツ、日本円で2050円。397バーツ、日本円で1300円。197バーツ、日本円で670円。最後7バーツ、日本円で約25円。価格の差だいぶ出ておりますが、こちら4択となっております。
これかなと思うものを押してみてください。いやー、胡蝶蘭が一束25円っていうのはなんとも日本人の方からしたらこうちょっと信じられないような価格ですね。まあ、だからといって2050円もとっても安すぎるような気もしますし、いやーちょっとタイの物価と照らし合わせてどうなんでしょうか。はい、では締め切らせていただきます。皆様の投票結果画面の方に表示をお願いいたします。おーっと670円197バーツという答えが多いですね。なるほど。ではどうなんでしょうか。柳下さん、答えをお願いします。はい、正解は7バーツです。これ多分1束10本ぐらいあるんですけれども、7バーツ約日本円で25円で買えるんです。安いでしょう。ちなみに花言葉はお似合いの2人です。お似合いの2人、彼氏からもらったらすごい嬉しいですね。え、彼氏いるんですか。ないでしょ。なんか最後に心をちょっと傷つけられましたが、動揺しました。パーククロ花市場から、本日は柳下とヤーがお伝えしました。ここのねすぐそばに彼氏とラブラブなヤーさんにとってもおすすめなデートスポットがあるんです。そこに今小坂さんとルクナットさんがいるので呼んでみましょう。おー、小坂さん、ルクナットさん、おお、ちょっと小坂さん、カメラ回ってます。始まった、もう来てた。すいません、失礼しました。小坂ですね。はい、すいません、動揺してます。ロクナットです。私たちは今ヨアドミマリボボクというところにいます。はい、こちらは先ほどの中継場所ですね、花市場からたった5分の場所にあるチャオプレア川の沿いのデートスポットです。でどうしてデートスポットかというと、こちら夕日が綺麗に見えるんです。ただ今日残念ながら雲がちょっと多いので、なんとかね赤いお空が見えるかなっていう感じですね。はい、小さくて見えにくいかもしれませんが、赤月の寺ワタルンを一緒に見ることができます。そうですね、あちらに小さくワタルンが見えるようになってます。はい、こちらの建物は2014年にオープンしたんだよね、はい、ショッピングモールになっております。コロナの前は夕方から夜にかけてすごくにぎわっておりまして、50店舗以上のお店が営業しておりました。今は残念ながら少し静かになっていますね。ちょっとね悲しいですね。はい、ただこの景色はコロナの前も後も変わりません。でさらにですね、夜になるとワットアルンライトアップされて綺麗なので、ここで好きなあの人とか気になるあの人とかとデートしたいね。はい、ぴったりの場所ですね。はい、以前はお客さんがたくさんいたけど、今ならワットアルンの景色も一人占めできますね。ゆっくりとワットアルンの景色見ることができます。じゃあこの綺麗な景色を見ながらお酒飲みたいなって思ったけど、どう？いいです。ユレナさんとヤーさん大丈夫です、ね、大丈夫です。はい、はい、じゃあ注文お願いします。はい、ハロナハというふうに呼んでます。じゃあ他の視点の皆さん、すみません。
今夕食時だと思いますので、ぜひ一緒に乾杯しましょう。じゃあせーの、乾杯。ちょっとずるい、何ビール飲んでるんですか、仕事中。やばい、バレた、バレた、バレた、やばい。すいません、怒られるので、これでバンコクから以上になります。バンコクからは24時間営業の花市場と、夕日が綺麗な、デートスポットからお届けいたしました。シンガポールの夕日さん、アレシアさん、アイユレディ。じゃあパンダくん、あれパンダくんどこだ。はい、じゃあシンガポールに行ってらっしゃい。バンコクからもらいました、シンガポール支店です。私はバンコクへ行ったのはもう5年前かな。結構長いですね。長いですね。でも私も大体同じです。本当ですか。そうですよ。でもさっき見た、バンコクの景色は綺麗ですね。綺麗ですね。海外旅行が行けるようになったら早く遊びに行きたい。行きたいですね、私も。で、さてシンガポールを紹介しましょうか。行きましょう。はい、では今私たちがナショナルギャラリーの6階に来ています。ナショナルギャラリーはもともと市庁舎と最高裁判所でしたが、今はシンガポールと東南アジアの現代美術を展覧している美術館になりました。そして奥に見えるのは現在のシンガポールの最高裁判所です。こちら UFO みたいな形がとても特徴的ですね。一般人も中に入ることができて、お手軽な値段のランチが食べられる場所もあるので、私たちもたまに利用していますね。そうですね。そしてその横の建物は、パンダバスのオフィスが入っているビルになります。近いですね。近いですね。はい、でこちらナショナルギャラリーは、地下鉄シティホール駅から徒歩5分となっています。はい、では少し周りを案内しましょう。はい、Let's go! はい、目の前にはセント・アンドリュース大聖堂があります。これはシンガポール最大の大聖堂です。アリシャ、入ったことありますか？そうですね。ほとんど毎日通り過ぎるけど、入ったことはありません。あ、そうですか。そうですよ。私も同じですね。じゃあ今度一緒に入ってみましょうか。行きましょう。はい、で奥に見えるのはラフールズシティというショッピングモールやフェモントホテル、リッツカルトンなど有名なホテルもあります。私たちもよくラブシティでランチを食べに行ったりしますよね。そうですね。あちらのフィッシュプは美味しいですね。そうですね、私も大好きです。で食事といったらこちらはアットというイタリアンレストランとバーです。夜は6時半から10時まで現在営業しているので、夜景を眺めながらお酒と料理を楽しむことができます。ではいよいよ本日の目玉となる景色を見に行きましょう。これからご紹介するのはシンガポールに来たら必ず見たいあの建物です。なんだかわかりますか？行きましょう。はい、見えました。こちらシンガポールで最も有名なマリーナベイサンズホテルです。3つの柱とその上船が乗っかっているようなアイコニックなデザインですね。はい、画面では少し透明に小さく映ってしまうかもしれませんが、実際に目の前で見ると、私たちが見ているのを圧倒される景色になります。はい、そしてこちらは右側の高層ビル群もあり、落ち着いて景色を見るのにはとてもいい場所です。さて、ここでクイズです。Zoom の投票機能を使ってお答えください。それでは質問お願いします。はい、皆様画面の方表示されていますでしょうか。ですね、ユーシンさんとアリシアさんの後ろに、目の前に見えるドリアンのような形の建物がございます。ドリアンのような形の建物、何に使われているでしょうか。コンサートホール、博物館、図書館、アミューズメントパーク、
となっております。どれでしょう。私はシンガポールに住んでいますので、あの答えは知っていますが、どれもドリアンには似合わないなと思いますが、はい、コンサートホール、博物館、図書館、アミューズメントパーク、いかがでしょうか。そろそろ、締め切らせていただきます。はい、ではちょっと一旦締め切らせていただきますね。それでは結果を見てみましょう。お願いします。はい、皆様ありがとうございます。コンサートホールが一番多い回答ですね。でもアミューズメントパーク、博物館、図書館も、お選びいただいた方いらっしゃいますね。ではユーシンさん、答えをお願いします。はい、正解はコンサートホールです。はい、ユーシンはダンスが好きですね。好きですね。でエスプネードでよく見に行きますか。うん、たまに行きますよね。いいですね。でこの辺りマリナベイサンズ、エスプネードともに不思議な形の建物が多いです。では次はナショナルギャラリーの外から紹介します。谷口さん、お願いします。お願いします。はい、こんばんは、谷口です。ちょっと今回ですね、ナショナルギャラリーの外からお伝えしたいと思います。先ほどまでいたユーシン、アリシアがいたのがあの上のところですね。ちょっと下から降りてきて中継しているんですけれども、こちらがナショナルギャラリーですね。上からじゃちょっとわからないかと思うんですが、かなり綺麗な建物になっております。こちら、1929年に作られて、そのまま、外観はもうほとんど変わっていない状態ですね。でそこを改装して今美術館になっているというような状態です。美術館になってから5年経っております。なので今ここに5周年5イヤーって書いてあるかと思うんですけども、通常ないんですけれども、5周年記念して、こういうラッピングされております。でここがですね、本当にローカルのシンガポールにも大人気のスポットになっておりまして、ここではですね、もう日中は本当に結婚式の写真撮る人たちがいっぱいいたりですね、多い時だと5組くらいここ並んでるんじゃないですかね。そういったところになっております。すごく綺麗で、中行くともっと綺麗だったりもするんですけれども、ここ、旧市庁舎、先ほども話があったかと思うんですけれども、ナショナルギャラリー自体は向こうに見える青い頭が裁判所で、こちら綺麗な階段があるところが視聴者というような形で、2つ合わせて今ナショナルギャラリーというような形になってます。でナショナルギャラリーはですね、こちらここなんかは VIP 席、これですね、ここではですね、日本の建国記念日にあたるナショナルデーというのが行われまして、そこの VIP 席なんかもここにできたりします。そのナショナルデーが行われたりするのが向こうですね、こっち側、どうぞ行けますかね。はい、今すごい人がいっぱいいるかと思うんですけども、ここがパダンという、広場になっております。パダンって、何語か分かりますか。これ英語とか中国語じゃないんですけども、インドネシア語ですね。で、広場というような意味になっております。まあ、本当ここシンガポール多国籍な国になっております。そういったところでも片鱗が見えてくるかなと。またここですね、週末今本当に人いっぱいいらっしゃいますが、香港でもあったようにこちらにもメイドさんたくさんいるので、メイドさんが今日曜日は休みなので、こういったところでピクニックというかお弁当食べたりしております。ここに集まるのはちょっと場所柄ミャンマー人の方が多いです。あとは、休日はですね、向こうはもう終わったかな、サッカーとか、クリケット。クリケットはもうインド系の方に大人気な野球に似たスポーツですね。そういったところでもインターナショナルのところっていうのが見えてきます。どんどん進んでいただいて、マリーナベイサンズ片手にですね、こっち側行きましょう。こっちも説明しようか。この道路、普通の道路だと思うんですけれども、ここですね、シンガポールでは毎年行われております F1
F1 のサーキット会場になっている場所になります。シンガポールの F1 はですね、市街地ここを F1 が通っていくので本当に迫力がすごいです。我々もオフィス近いんです。はい、はい、はい、今お客様からですね、はい、質問がありました。谷口さん、はいはい、どうぞ。マリーナベイサンズホテル の、 プールとかに電気がついているように見えるんですけれども、今ご宿泊されているお客様っていらっしゃるんですかね。はい、そうですね、マリーナベイサンズは今なんて言いますか、隔離施設じゃないですね、普通にステイケーションしてるお客様もいらっしゃいますし、あとは日本シンガポール到着して、2週間指定ホテルに滞在しなきゃいけないんですけれども、そこのホテルになってたりもします。なのでそういった方ですとか、あとは普通の地元のステイケーションで楽しんでる方もいらっしゃいます。こんなところで大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。続けてお願いします。はい、お願いします。そうです、これが F1 F1 がここを通ります。 F1 の時はですね、ここのパダンもコンサート会場になっておりまして、本当に有名な世界レベルのアーティストたちがここにいますので、私たちオフィス近いんで、もしかしたら声が聞こえたりします。であとはですね、 F1 なんかここバリケードがないのでそのまま見えるかと思うんですけれども、ちゃんとしてます、そこら辺は。ここにですね、もう本当でっかいバリケードが出て、当日はもう見えなくなっておりますので、あとは爆音だけ楽しむというような感じになっております。まっすぐこっち行くと向こうに見えるのがオフィス街ですね。シンガポールの中でもオフィス街、特に金融系が並んでおります。DBS、HSBC、メイバンク、OCBC、UOB、全部銀行ですね。特に金融系が多いんですけれども、ここで、質問じゃないですかね。ここのビルなんですけれども、一番高いのが、ね、UOB、あとはワンラッフルズプレイスっていうビルなんですね。ここの高さが、2つとも同じですね。280メートルとなっております。シンガポール、ここ飛行機が通るので、もうこの高さが限界ということですね。280メートルまでと決まっております。じゃあちょっとこっち見ましょうか。ここから見たら綺麗だと思うんで、多分そろそろもう12分になると思います。ぴったりじゃないですか。もう少し大丈夫です。もう少し大丈夫ですか。あそこが国会議事堂と視聴者の切れ目ですね。でも中は今つながっているので綺麗になっております。じゃあこれで12分になったと思いますので、こちらのパンダ君、長々旅してきましたけども、スタジオに戻していきたいと思います。じゃあ小山さん受け取ってください。はい、皆さんありがとうございました。はい、お疲れ様でした。パンダ君、パスポートも持たずに4カ国も旅して、なんとも羨ましい限りですけども、お帰りなさい。ちょっと今、シンガポール、画面固まってますかね。私が映っていないでしょうか。映っていなさそうですね。映っていない、映っていないですね。声だけ聞こえる。はい、ちょっと寂しい状態にはなっているんですけれども、すいません、ちょっとお時間の関係もありますので、お見苦しくて申し訳ないんですけれども、このまま進行を進めさせていただきます。今谷口さんの方現場に行ってしまいましたので、私一人で運行しております。一人で画面が固まっているのでものすごくパニックに陥っておりますが、はい、今ですね4都市からの素敵な景色の紹介が、終わったところでございます。この後いよいよ、本日ご視聴していただいている皆様に投票していただきます。すでに中継中に、投票機能をご利用いただいていますので、使い方お分かりになっているかと思いますが、念のため再度申し上げたいと思います。この後ですね、画面切り替わりまして4つの都市のお名前が出てきます。今回の紹介をご覧いただきまして、次の旅行ではこの景色が見たくなったというものを、1つだけお選びいただき、投票をお選びください。一度投票していただくとですね、こちら変更ができませんので、
じっくり考えて投票をお願いします。さて皆さん、とても悩んでいるところだとは思うんですけれども、もう少しだけ悩んでください。ということで、最後のラストチャンスを設けたいと思います。今から連続で、各支店に最後のアピールタイム10秒から15秒ほどで中継をつないでいきたいと思います。はい、ではちょっと行ってみましょう。すみません、バタバタしておりますが、まずはジャカルタから最後のアピールお願いします。はい、ジャカルタです。今ね、だいぶ天気、あの日も落ちてきましたけれども、先ほどちょっと、ね、接続悪かったみたいですいません。私のジェスチャーで全てが伝わったと思いますので、どうか皆さんご投票お願いします。よろしくお願いします。はい、ではそのまま香港行きましょう。はい、香港支店です。私たちはあれからパンダくんを見送って、スターフェリーに乗って反対側チムサーチョイにやってまいりました。うん、素敵な夜景ですね。そうですね、あそこは先ほど私たち行ったところです。あの丸いところですよね。そうですね、はい、ぜひ素敵だと思ったら投票お願いします。バイバイ。バイバイ。はい、ありがとうございます。で、バンコク行ってらっしゃい。ありがとうございます。お似合いの相手見つけれるように頑張ります。頑張ります。はい、ありがとうございます。いいな、ビール。じゃあシンガポール最後どうぞ。シンガポールは小さい国ですが、綺麗な景色がある場所が多いです。もしさっき紹介した景色が好きなら、シンガポールを投票してください。バイバイ。はい、ありがとうございました。ありがとうございましたと言っているんですが、すみません。ちょっと画面の方が固まってしまいまして、まだ動かなくてですね、本当に今パニックの最中で、ピンチヒッター谷口さんがちょうど戻ってきたところでございます。はい、これでですね、最後1時間前と始まったオンラインツアーでしたが、今のアピールタイムで少し違った景色が感じられたのではないでしょうか。それではですね、ちょっとこのまま、本日のナンバーワンを決める投票を行いたいと思います。この後ですね、画面切り替わりまして、4つの国の選択肢が出てきます。本日、ご視聴いただきまして、一番いいと思った、次は行ってみたいなと思った景色の国をお選びください。では画面の変更の方をお願いします。はい、皆様今表示されていますでしょうか。4つの国の発表を聞いていただき、紹介のあった4つの景色ですね、ジャカルタ、香港、バンコク、シンガポール。一番最初がジャカルタ、ちょっと身振り手振りで最後頑張ってお伝えしてましたが、そちらジャカルタ、もうずっとですね、最初から最後まで夜景が綺麗だった、香港、そしてビールを飲んでいてなんとも羨ましい限りの、バンコク、そしてマリーナベイサンズ見えましたね、そちらシンガポールになります。はい、あと30秒ほどで投票の方を締め切らせていただきます。谷口さん、ゼーゼーしてますね。はい、私もゼーゼーしております。どうしよう、シンガポール、あのカメラ切り替えましょうか。シンガポールカム2に切り替えましょう。はい、はい、ではこちらで投票の方を締め切らせていただきたいと思います。はい、一旦スタジオの方を映してもらいましょうかね。映ってる。はい、皆さん映っていますでしょうか。すみません、ちょっとカメラの接続が不調になりまして、なんとも
緑でね、はい、ちょっと悲しい限りではあるんですけども、なんとか、はい、動いている私たちをお伝えできればと思います。はい、いや終わりましたね。終わりましたね。もう投票は終わってる。終わってますね。終わってます。うん、今集計が出たところですね。集計中ですか。出ました。はい。はい、ではじゃあドラムロールだけ鳴らしていきましょうかね。はい、本日のナンバーワンは。バンコク支店でした。本当はね、おめでとうございます。いや本当はこちらにですね、ちょっとね、ちょっとあの優勝の背景も用意したんですけど、ちょっとね、あるものでいきましょう。はい。で皆さん結果見えていますでしょうかね。1位が見事バンコク。で次が、じゃあ香港が最初は1位だったから覆したってことかな。そうですね。バンコクが。でも香港2位ですよ。2位でね。シンガポール。シンガポールはあれ。まあね、同じです。同率2位みたいなところで。3位ですね。はい。じゃあそうですね。まあ時間もないので、優勝視点ですね。今バンコクになっておりますので、ちょっとあの聞いていきたいと思います。感想。バンコク支店さんどうぞ。何かお願いします。嬉しいです。せーの、これで彼氏ができます。はい、ありがとうございます。彼氏できるといいですね。私も一緒にいてこようかななんてね。はい、じゃあ次香港ですね。はい、香港、2位です。おめでとうございます。2位ですって、ちょっと残念ですね。でも、はい、投票してくれた人ありがとうございます。また気があれば遊び来てください。あ、やっぱり夜景綺麗ですね。ありがとうございます。そしたら3位シンガポールどうぞ。はい、残念ですね。アリシャ3位ですね。でもシンガポールに投票してくれてありがとうございます。もっといい場所を紹介するようにこれからも頑張ります。機会があればぜひシンガポールに来てこちらの景色を楽しんでください。シンガポールで待ってます。はい、ありがとうございます。そしたらジャカルタお願いします。負けですよ、ジャカルタ。アルフィアンさん、ジャカルタナンバーワン。今アルフィアンさんからナンバーワンいただきました。ありがとうございます。あの投票してくださった方ありがとうございます。機会あればで皆さんもぜひジャカルタお越しください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、どうですか、予想通りですか。いやいや、私はシンガポールが一番だと思ってたので、すごくね、これかな、このこれのせいかな。いや、でもね、まあ、なかなか良かったんじゃないですかね。今回のですね、はい、じゃあ今回のですね、第2回パンダトラブル4支店での合同開催となりました。知って得する素敵な景色、こちらいかがでしたでしょうか。あの結果的にはね、順位をつけたんですけれども、基本的には全体として少しでも東南アジアの魅力が伝われば嬉しいかなと思っております。現状におきましてはまだまだ海外渡航というのが難しい状況ではありますけれども、喜んでいただけるように、あの我々も元気いっぱい活動してまいりますので、よろしくお願いします。はい、私も皆様があのシンガポールにお越しの際にはたっぷりとその魅力をお伝えできるように準備しておりますので、お気軽にお声掛けください。そして最後のお願いでございます。今回ご参加いただきました皆様にアンケートのご協力をお願いしております。このオンラインツアー終了後にアンケート画面に移動する URL が表示されます。そこから本日のご感想などの記入をお願いいたします。1分から2分ほどで完了するものですので、お手数ではございますがどうぞご協力ください。またですね、 YouTube をはじめとして Twitter、ノート、Instagram など SNS も精力的に行っていますので、フォローやいいね、隙間時間に覗くだけでも構いませんので、チェックをお願いいたします。はい、はい、ありがとうございました。そろそろお時間となりましたので、本日はこの辺で終了とさせていただきたいと思います。本日はですね、長い時間にわたりましてご視聴いただきまして誠にありがとうございました。あのいつか皆様ご視聴の際には、あの弊社ツアーでご案内できる日が来ることお待ちしております。
黒野さんも何かどうぞ最後あればお願いします。はい、ちょっと途中パニックになってしまってですね、そこだけが心残りなんですけれども、本日のこの1時間10分ちょっとですね、皆様の楽しい時間に、おうち時間の楽しい時間になればなっていればとても幸いです。次は直接皆様にお会いする機会、もしくはまた画面の向こう側で皆様にお会いできることを楽しみにしております。はい、はい、それではこれにて終了とさせていただきたいと思います。本日はありがとうございました。バイバーイ。